2021年度の F-35 戦闘機生産数が発表されました。なんと、世界の工場で142機もの大量生産でコストダウンへもつながっています。今回は、この F-35 戦闘機製造ラインを詳しく見ていきますね。日本でも空自向けが6機生産されています。少ないと感じているでしょうが、今後もっと量産していく計画です。日本人のお家芸が量産技術に活かされていきます。粗悪ラインとは違いますよ。現在、アメリカにとっての同盟国、友好国を中心に、導入が加速している戦闘機が、いわゆる第5世代戦闘機と称されるロッキード・マーチン社の F-35 ライトニング2の一連のシリーズだが、このほど昨年2021年の同機の生産数が公表された。ロッキード・マーチン社によれば、2021年中に製造された F-35 ライトニング2の総数は、142機に達したとされ、一昨年の2020年春先より、新型コロナウイルスの世界的な蔓延で、生産の鈍化が指摘されて以降、立ち直りを見せている。F-35 ライトニング2を製造する工場は、現在までのところ、アメリカのテキサス州のフォートワース、イタリアのカーメリ、日本の愛知県にしか、水害群と与山町の3カ所に限定されており、それは FACO 最終組み立て検査施設と呼ばれている。日本の愛知県にしか、水害群と与山町とは、三菱重工業者の名古屋航空宇宙システム製作所の小牧南工場のことを指しており、この工場では、2015年12月より F-35 ライトニング2の生産工場として、稼働を開始、日本の航空自衛隊向けの製造を担っている。この小牧南工場では、ノースロップ・グラマン社、ロッキード・マーチン社、BAE システムズ社から送られてきた F-35 ライトニング2の機体各部と、IHI 社がライセンス生産を行う機関部を組み上げて、製造を行う工場である。IHI 社は、アメリカのプラット&ホイットニー社より F-35 ライトニング2用の専用エンジン F-135 のライセンス生産を手掛けており、こちらは同社の相馬及び呉等の工場で製造された部品を東京のみすほ工場にて組み立てを実施している。これらの IHI 社の工場群は日本の防衛省航空自衛隊が1年間で最大6機の F-35 ライトニング2の調達計画を敷いていることに対応したキャパシティを持っており、今後は製造に止まらずメンテナンスにも対応するものと思われる。こうした IHI 社のエンジンのライセンス生産のキャパシティに沿う形で、三菱重工業社の小牧南工場は稼働を行った結果、2021年は計画通りに全6機の F-35 ライトニング2の最終組み立て、検査を完了させている。ただし、こうした日本の FACO 最終組み立て、検査を行う小牧南工場のリリース数が6機であることを考慮すれば、残りの136機は、アメリカとイタリアの2カ所で生産が行われたことを意味し、その桁数の違いには少し驚かされる。一昨年の2020年までに F-35 ライトニング2の採用を決め、調達を進めていた国は、アメリカ、イギリス、イタリア、オランダ、ノルウェー、デンマーク、ベルギー、ポーランド、イスラエル、オーストラリア、韓国、日本、シンガポール等があった。そうした中で、2021年に、F-35 ライトニング2の採用を確定した国としては、まず、スイスとフィンランドがあり、通常滑走路使用の A 型を、前者が36機、後者が64機調達することとなり、新たな採用国として、その名を連ねた。
検討中の国としてはカナダ、ギリシャ、スペイン等があるが、中でもカナダは88機の導入の可能性がある大口の見込み客であり、今年2022年中には競合の FA-18 スーパーホーネット、グリペン E との比較から最終的な判断を下す予定である。そうした中で異端なのは、もともとは F-35 ライトニング 2A 型を100機以上調達する計画を持ち、機体の部品の製造まで手掛けていたトルコであり、同国がロシアからの S-400 地対空ミサイルの取得を強行したためにアメリカによってそれを凍結させられている。アメリカがトルコにこの制裁を下したのは2018年のことだが、トルコ自体は2008年より首都のアンカラのトルコ航空宇宙産業 TAI の工場に似て、2008年より自国分を含む F-35 ライトニング2の機体の部品製造を手掛けてきた。しかし、2019年7月に、トルコがアメリカの意に反して、ロシアンからの S-400 地対空ミサイルの導入を強行したことにより、トルコへの F-35 ライトニング2の引き渡しは中止され、部品製造からも締め出される事態となっている。トルコ航空宇宙産業 TAI の工場が F-35 ライトニング2用に製造していた部品の点数は総数で900余りの多岐にわたっていたため、当初は同期の世界的な生産ラインへの影響が懸念され、アメリカでも制裁に反対の声も聞かれた。しかし最終的にはアメリとしては絶対に容認することのできない事案として、ロシア製の兵器調達を強行したトルコへの制裁を行わないという判断は政治的にも下すことはできず、ここではアメリカが面向を優先した形とも言えるだろう。ここでのトルコや元ロシアとの軍事的なつながりが深く、多数の兵器を調達しているインドなどの新興勢力は、従来のアメリカ寄りかロシア寄りかという二択から外れた動きも見せており、アメリカ優位の体制は一部で揺らぎつつある。こうした F-35 ライトニング2をめぐる不確定な動きとしては、中東のアラブ首長国連邦も同様であり、2017年頃には同国が同機の導入を希望していることが明らかとなっており、その行方がいかなる結果となるのかにも注目が集まっていた。この動きは、アラブ首長国連邦が長年敵対してきたイスラエルと国交を結んだことで、イスラエルの後ろ盾でもあるアメリカとの関係も改善され、2021年1月には F-35 ライトニング 2A 型を50機調達する契約が締結され、新たな採用国と目された。ただし、この前トランプ政権がアラブ首長国連邦と取り交わした F-35 ライトニング 2A 型の売買契約は、後を受けたバイデン政権によって、同国が行ったリビアやイエメンに対する爆撃を理由に、ペンドとされ、2021年12月には、中断が発表され現在に至っている。このほかアラブ首長国連邦と同時ように F-35 ライトニング2の調達を希望しているものの、アメリカ側の判断で、この希望を果たせていない中には、台湾があり、こちらは、2019年8月に、代替案の F-16 ファイティングファルコンの最新型 V 型の導入で我慢させられている。中国軍の侵攻による、台湾有事の発生も叫ばれる中、これをバックアップするはずだと見られるアメリカではあるが、第5世代戦闘機の最新型タル F-35 ライトニング2を台湾に供給することについては、かなり後ろ向きだと言わざるを得ない。これは、表面上は、中国との対立姿勢を崩さないように見えるアメリカが、現実には、いたずらに中国を刺激することは得策ではないと、
判断していることの表れでもあり、台湾への武器輸出を極めて限定的なものに留めて、自国の利益を優先させていると言ってもよい。台湾有事そのものが、現実的には、未だ、中国軍は、台湾への武力侵攻を成功させるほどの戦力投射能力を有していないとの指摘も多いようだが、台湾が置かれた立場と危機感を鑑みれば、兵器の質的な優位性だけは確保したいと考えて当然だろう。ただ、もし、仮に、F-35 ライトニング2を、アメリカが台湾に供給することを認める日が来るのだとすれば、それはいよいよ中国の軍事力が抑制不可能となることを意味するものだとも思え、素直には歓迎できない危険な事態なのかもしれない。